とにかくですね、家賃が安いです。家族で住むにしても家賃が安い。ただし、そう、このただしがね、受け入れられるかどうかが。こんにちは、青木です。大阪市が誇る新交通システム、ニュートラムに乗って、ポートタウン東というところまで来ました。今日はですね、大阪の住みやすさ、前回ですね、江坂の住みやすさがね、めっちゃ大ヒット、大ヒットぐらいしてるんですけども、それを受けましてですね、また住みやすさシリーズやってみたいと思うんですけど、今回はですね、南港ポートタウンの住みやすさっていうのをね、やってみたいと思います。ちょうどね、あの別の用事でこのポートタウン東っていうところに来たんですけど、ふと思いついてね、あの10分ぐらい前に思いついて急遽やることにしました。で、南港ポートタウンっていうのは何かというと、人工島です。主にですね、人が住んだりとか、あとですね、あの工業用とか、あと港とかを整備するために、整備した人工島なんですけども、ニュートラムという新交通システムで結ばれています。そう、私たちがよく福岡に行くときに使っている名門太陽フェリーですね。それもですね、実はこの南港ポートタウンから出ているんですけど、この南港ポートタウンの人が住んでる中心っていうのがこのポートタウン東駅とお隣のポートタウン西駅になっています。はい、ということでそのポートタウン東駅の外に出てきました。で、この南港ポートタウンのいいポイント3つはですね、とにかくですね、家賃が安いです。家族で住むにしても家賃が安い。 2LDK や 3LDK でも一月の家賃が10万円を切る物件が結構あったりします。そしてスーパーとか公園などですね、日常の特に毎日の暮らしで必要なものは全て揃っています。そこのね、島の中にね、全て揃っています。そして道が広いので、大阪市内でも唯一と言っていいほどですね、自転車とか車とかですね、はい、道を歩くときにそんなにですね、気をつけなくてもね、余裕でですね、歩けるみたいな、そんなエリアになっています。で、ただし、そう、このただしがね、受け入れられるかどうかがこのポートタウンに住むことの、一番大事なことになってきますけども、とにかく都心から遠いです。大阪市内なのに 3,40 分かかります。で、そしてニュートラムっていう交通機関はインテックス大阪に直通してますので、イベントがあるとき、特に土日とかは、めっちゃ混みます。はい、激混みになります。あとはですね、人工島なので、どうしてもですね、あの水害のリスクがあります。ということで、この3つはですね、受け入れられる人はですね、南港ポートタウンお得にですね、しかも便利に住むことができるんじゃないかなと思いますので、そもそもね、南港ポートタウンという名前を初めて聞く方、特に大阪の外の方はね、そんな方いらっしゃると思うんですけども、まあ言ったらね、ニュートラムが通っているとこっていう風にイメージしていただければいいんですね。で、ちゃんとですね、大阪市住之江区、そう、大阪市内にあります。まあ、そのこと言ったらね、この近隣住民の方々に怒られてしまいそうですけども、はい、でこんな形で、大阪の主要なエリアまで乗り換えが1回ぐらいで行くことができるようになっています。私たち今いるのここですね。で、難波に行きたかったら、こうニュートラム乗って住之江公園で、四ツ橋線に乗り換えて、こういう風に上がっていって、でこの四ツ橋線というのは、梅田の、ちょっと西にある西梅田ですね。まあ、ほぼね、あの大阪駅と直結してるんですけども、そこにも行くことができるし、途中で御堂筋線乗り換えれば心斎橋とかですね、梅田の方にも行くことができるようになっています。で、こっちの方行って中央線の方に、ね、あの緑色の中央線の方に行ってもですね、いろんなところに行くことができますので、そう、あの脈々くんでおなじみの関西万博、大阪万博のやる会場の近くにもなってるんですね。ただですね、あの路線図見ていただくと分かるように、難波とか梅田まで到達する駅数が多いし、でそれにですね、一回乗り換えをしないといけないということですので、ちょっとそれがね、ネックになってくるんじゃないかなと思います。はい、駅を降りたらですね、すぐに緑地がありまして、であっちにはですね、ショッピングセンターのような建物もあります。こういう景色ね、東京の多摩ニュータウンとか横浜の江北ニュータウンとか行くと、こういうのあると思うんですけども、大阪にもですね、こういうところがございます。すごいでしょ、これみんなね、こんな広い道ね、なかなか大阪市内では見ないと思いますけども、新たにね、開発されたところだからこそですね、こんな形で人々が余裕を持って生き返るような、そんな景色というかですね、街づくりになっているわけでございます。さあ、でこうやって歩いていくとね、ちゃんとマクドもあるんですね。この、ショッピングセンター、どんなのがあるか見てみましょう。見ていただくと、ちょっと年季が入っているのが分かると思うんですけど、この南港ポートタウンって
開発が開始されたのがもう 3,40 年近く前になりますので、どっちかというとまあ令和というより平成チックな、ね、建物にはなっているんですけども、住宅とかも築 3,40 年ぐらい経つものもあるので、そういったこともあって家賃がね全体的に安くはなってくるんですけど、ちゃんとですねリフォームされて綺麗になっているところもあるというふうに聞いてますので、そういった意味ではですねこの辺り住むのにはお得なんじゃないかなと思います。はい、ポートタウンショッピングセンターっていうのがありますね。はい、このオレンジのところデイリーカナートですね、泉屋、結構大きな敷地のですねショッピングセンターがあります。あ、ショッピングセンターでスーパーですね。はい、ショッピングセンターね、これ全体のことを言うんですけども、80年代とか90年代とかに開発されたニュータウンのショッピングセンターってね、空き店舗結構目立ってる、人が高齢化とかで住まなくなっちゃってお店がそんなにいらなくなっちゃったよみたいなことが起きてたりはするんですけど、これ見るとですね空き店舗そんなにないんですよね。ちゃんとですねこれ上からシールで貼ってあって、出ていったお店もまた代わりというかね、新たにですね新しい店が入ってるみたいな、そんな状況になってます。これはね今回ロケして初めて知りましたけども、この南港ポートタウン、まあ、ちょうどね今人がいない時間を狙ってロケしてるんですけども、どんだけね賑わってるかっていうのがよくわかると思います。さっき私たちがいた駅の改札口の前が広すぎてですね、子供たちの遊び場になっちゃってるんですよ。こんな風景ね大阪ではあんまり見たことないですね。やっぱりねちょっと道が狭めで自転車とかが、よく通ってるとか、そういうですね、はい、ギチギチした感じを思い浮かべるんですけども、ここはそうではないというのをね、まあ、これからもいっぱい見ていくことになると思います。さあ私たちはですねこのショッピングセンターカリオンプラザっていうんですね、さっき店内案内図でも見ましたけども全然お店やってますね。そしてこの右手にある大きな建物は駐車場になっています。後から出てきますが、この南港ポートタウンというのは車の出入りが必要最小限に抑えられてまして、住民や南港ポートタウンに用がある方はですねこういった駐車場に車を止めて住宅街の中に入ってくるという形になっているそうです。でこれがですねポートタウンの道ですね。広いなこれちょっとこれ京橋に分けてほしい。これはですね南港ポートタウンの歩道でございます。いや大阪市ですよね。はい、さっき歩いてたのともう一個東の通りに行きましたけども、こっち側がね人が住むエリアではなくて工業のエリアですね。でこっちに、もうちょっと行ったところに名門太陽フェリーさんが出る、フェリーターミナルがありますので、まあしっかりねここの道路で分かれてるんじゃないかなと思います。ただまあ実際住んでみて分かんないんですけども、まあ、ちょっとこっちに近いと、まあ、夜中とかもねトラックの音があるんでしょうけども、まあでもねだいぶこういう緑とかで遮られてるから、まあちょっとあそこのねマンションはどうか分かんないですけども、もうちょっとこっちの方奥がね、住宅地になってますので多分そのとこも大丈夫なんじゃないかなと思います。そしてポートタウンに住むのであればですねもう一つの、ね、買い物の見方をですねご紹介したいと思います。ここにねセブンイレブンさんがありますので24時間ねなんか欲しいものがあったら買いに来れるんですけども、こちらです。ドラッグコスモスさん、ディスカウントストアドラッグコスモスさんです。そう、実はここにね今日用事があって来たんですよ。とにかくね安いんですよ、ここ現金払いオンリーらしいんですけどね、普通にね安いということでネットで、だいぶ評判になってます。これもともと福岡なんですけども、どんどん東の方に進食っていうか出店してきてましてですね、今ではですね東海地方、僕が住んで名古屋とかあとですね関東の方にもあるらしいです。はい、すごいですよね福岡の威力って。さあということでコスモスさんでお買い物してきました。いや安かったんでね普通に家でいるものとかもね日常生活でいるものとかも買っちゃったんですけども、うまかっちゃんですね。そう、うまかっちゃんってね大阪でも売ってるんですけど、うちの近所のスーパーねこれ5個入りのやつ500円ぐらいで売ってたんでね、もうちょっと安いとこないかなと思ってねなんか調べてたらドラッグコスモスさんが安いみたいだったんでね、なのでちょっと行ってみたんですけど、まあもともとこれは九州のものなんでね、やっぱコスモスさんではねしっかり安く売られてまして、なんと398円、しかも税込みですよ。そう、ドラッグコスモスさんって税込み表示をですね売りにしてましてですね、普通にですねこう398円税抜きでも安いんだけども税込みなんですね。まあその分ですねキャッシュレス決済とか電子マネーが使えないっていうこともあるんですけど、いや全然いいですよ。やっぱりねキャッシュレスとかで後でポイント戻ってくるとかいうよりは、普通にね買うときに
買うその時に安い方がいいんだなっていうのはね、すごい実感しますね。でここにですね、検問所みたいなのが設けられてて、で、車が1台入ってきましたけども、この辺りが、ポートタウンの、メインの、団地群になってくるんですけど、ここから先の自動車の通行っていうのは必要最小限に抑えられています。ここに書いてあります、ノーカーゾーンってなってるんですね。ここから先は住民の車も含めて原則通行できないようになっています。で、消防車とか救急車といった緊急の車両であるとか、あとデイサービス、介護の送り迎えの車、あとはですね、荷物とかを運ぶためのトラックとか、そういったものは通行できるようになっていて、で通行届というのをこのですね、検問所のようなところで出して、そして中に入れてもらうという仕組みになっているそうです。なので安全に本当に配慮されている街だということがよくわかりますよね。ではこの道をまっすぐ行くと隣のポートタウン西駅に着くそうなので、一駅間歩いてみたいと思います。すごいな、だいぶこの団地はねリニューアルされてますよ。最初に建ったのもう30年ぐらい経つんでしょうけども、外壁とかね、多分内装も十分リニューアルされてると思います。でこっちがさっきのショッピングセンターですね。あの住むエリアとショッピングのエリアが分かれてるっていうのもね、なんかこれ本当シンガポールとかに来てるみたいです。シンガポールのね、あの団地とかね、こんな感じですよ本当に。こういう風に団地があって、でシンガポールの場合は団地の下とかにもね、あのフードコートとかあったりするんですけども、まあ、隣にねこういうショッピングセンターがあるので、はい、ちょっと中入ってきましたけど、すげえ団地に囲まれております。今いるところはほんの一例で、ニュートラムの線路の北側にある団地に来ておるんですけども、実際にはニュートラムの線路の南側にも団地が広がっていまして、でそうしたエリアも車の通行が制限されております。でさっき検問所を通過していった銀色の車はですね、デイサービス、介護施設のデイサービスの送り迎えをする車だったそうです。なのでこの団地もね、30年も開発してるんでね、高齢化が進んでいないとはね言えない、まあ、むしろ進んでる方なのかもしれないですけども、こういった形でもねリニューアルして、常にですね生まれ変わりつつあるということですね。でもこんな感じで道の歩道の真ん中を歩いてても怖くないっていうのがねいいですよね。車もね、あの全然来ないし、なんか大阪にいる気がしないですね。こちらにも公園がありますね。でまたデイサービスの車ですかねと思われるのが通ってますね。やっぱこの辺高齢化なんですね。なんですけどもちゃんとですね小中学校もこの近辺にはあるそうなので、まあ、地図で見たとこ歩いて10分15分ぐらいでね普通に行けそうな距離にですねありましたので、その点ではねやっぱ日常の生活は本当に困らないと思いますよ。むしろまあこの島の中にいる分にはね安全で快適なまあ暮らしができると思います。まあ、一方でちょっと都心とかに出ようと思うとどうしてもですねニュートラムとあと地下鉄を乗り換えて、で1回か2回まあ乗り換えになるんですけど、それでね30分ぐらいはかかってしまいますので、そこのどちらを優先するかだと思います。でこの辺りにはですね一人で住むような単身住居っていうのはほとんどございません。やっぱりこういうですねいわゆる団地と言われるような、マンションとかですねそういう集合住宅しかございませんので、一人で住むにはね2LDK とかね一人で住んでも全然いいんじゃないかなとは思いますけども、まあ、一人で住むにはちょこっとですね家賃が高めになるんじゃないかなというふうに思います。まあ、2人家族3人家族とかで住むには全然ですねコスパはいいというふうに思います。でさっきからね風がすごく吹いてたんですけど、やっぱりねこの辺り周りにですねもう埋め立てた土地なんで周りに山とか風を遮るものがないので、台風とか来た時もすごい風が吹くんだろうなと思います。ということでこちらが、ゴール地点のポートタウン西駅でございます。これ木が高くなってるのやっぱこう風暴風林の役割、まあ、これだけでやってるかわかんないですけども、風が吹いてもですねそれを和らげるようなことができるようにしてあるんじゃないかなと思います。こういう風景もなかなかね大阪の京橋の方とかでは見ないようなですね、雰囲気になってますね。さあそしてポートタウン西駅にもこんな形でショッピングセンターがあります。ここは平屋になってるんですね。ポートタウン東にあったよりは少し小さめですけど、でもですねあそこに、スーパーナショナルってスーパーがあったりとか、
これはドラッグストアですね。ライフポートっていうのがあります。説明しながらだったんですけど、さっきの検問所のところからですね、10分も歩いてきたか来てないかぐらいなので、ポートタウン西、ポートタウン東駅、どちらからもですね徒歩10分以内のところに、いろいろ住むところがあったというのをですね見ていただけたと思います。まあ、これ以外にもね、あの奥とか、あると思うんですけども、はい、ということで今回はですね南港ポートタウンの住みやすさをお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。いや、思った以上にね、便利なものがこの島の中にいっぱいあるんだなということが分かりましたね。特に、激安のドラッグコスモスさんの存在は大きいと思います。あとですね、まあ、ノーカーゾーンがあるということで、周りの、ね、車とか気にせずに、で道も広いので自転車とかもですね、あんまり気にすることなく、歩けるっていうのがですね、他の大阪市のエリアにはなかなかないような安全快適性を生み出してるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、とは言ってもですね、やはり大阪都心からニュートラムとあと地下鉄乗り換えて 3,40 分はかかりますので、ちょっとですね都心にいっぱい用事があるって方には、不向きなのかなとは思います。まあ、とは言ってもね、乗り換え1回とかで難波とか梅田行けちゃうので、まあ、ちょっと早めに家出ればいいかなみたいなね、特にお仕事行く時とかそういうような感じなんだと思いますので、まあ、家賃とかも安いので1回ねここに長く住む前提じゃなくて 1,2 年ちょっと住んでみようぜみたいな勢いでですね引っ越してくるっていうのもありなんじゃないかなと思います。で、良ければねここにずっと住むっていうのもねありんじゃないかなと思います。まあ、特に子育て世代の皆さんはね遊ぶとこいっぱいありますのでね、公園とかね、まあ、そういうのが良ければもうずっとね、住んじゃうっていうのもありなんじゃないかなと思いますので、ぜひね参考にしていただければと思います。ではご覧いただきましてどうもありがとうございました。